CJK マークは、長期使用対応部材に付けられている長期、使用住宅部材標準化推進協議会、略称は、経済産業省の研究改定源に基づき、住宅部材、部品の標準化の推進団体として設立され、住宅メーカー、建材メーカー、住宅設備機器メーカーが、一堂に会し、住宅を長く住み継ぐために、不可欠なメンテナンスを容易にするため、 住宅部材の標準化を推進する目的として2008年7月に発足された長期使用対応部材の基準書を作成し CJK マークの付いた CJK 部材の普及を促進させている CJK 部材とは長期にわたってメンテナンスを容易にするために寸法の互換性を持たせた部品部材経済産業省の研究会提言に基づき住宅部材 部品の標準化の推進団体として設立された長期使用住宅部材標準化推進協議会により定めている。このロゴマークは著事許の頭文字に家と人のモチーフを加えデザインされた。人をイメージした CJK の文字を家で包み込むことで安心、快適に暮らせる家を表現している。太く力強い書体には部材そのものの耐久性や 商品の開配等に左右されることなく、部材を提供する環境を整えていくという強い意志が込められている。カラーは黒と赤の伝統的な日本色を用い、長期使用対応部材の普及において、長瀬教が日本のリーダーとしての役目を果たすことを意味している。さらに、協議会の略称である、著助教という文字を加えることで略称を定着させている。ありがとうございます。